福岡市早良区の博多伝統工芸館で開催されているのは小さな癒し展です。この作品展では内閣総理大臣賞を2度受賞するなどした博多人形伝統工芸士梶原昌司さんの手による作品およそ60点が展示販売されています。この作品はフキノトウの花から出てきた妖精たちが春を迎えた喜びを歌う様子を表現した春の歌声です。またウクライナでの軍事侵攻が終結することを願って作られた人形はウクライナの国旗の色で絵付けされ、手には折り鶴や白い鳥があしらわれています。本当に可愛くてですね、もう素晴らしいと思って。優しさと楽しいっていう部分はやっぱりちょっと他の作品にはあんまり見られない。この作品展は今月29日まで開かれていて、販売された作品の売り上げの一部はウクライナの人道支援のために寄付されるということです。